今日の洗濯天気予報をお伝えします。まずは幕張の様子見ていきましょう。千葉の空です。雲の多い空が広がっていますが、隙間からの青空も見えていますね。今日の天気分布予想を見ていきましょう。今日は冬型の気圧配置になりまして、北日本の日本海側ですとか北陸方面は雨の降りやすい一日です。一方で東日本から西日本の太平洋側では穏やかに日差しが届き、洗濯物も乾かすことができそうですね。東北太平洋側では一部雨雲流れ込む可能性がありますのでお気をつけください。では今日の指数マップで見ていきましょう。西日本から東日本では広い範囲でよく乾くというアイコンがついています。今日は天気の崩れる心配もありませんので、気持ちよく乾かすことができそうですね。東京、乾きやすいアイコンです。関東では南部を中心に雲が広がる時間がありそうですので、空の変化注意をしながら干すようにしてください。そして東北の太平洋側、仙台、乾きにくいアイコンです。一部雨雲流れ込む可能性がありますのでお気をつけください。北陸ですとか北日本方面は乾かないアイコン、今日はお部屋で乾かすようにしましょう。那覇は乾きにくいアイコンです。晴れ間があってもにわか雨の可能性がありますので、日差しを活用しながら干すようにしてみてください。今日の洗濯情報をお届けしました。